韓国政府福島差別も被災地訪問で批判殺到。昨日、韓国の駐日大使が記者懇談会にて次のような発言をしてしまいました。東日本大震災について。10年前、我が政府は迅速対応チームを派遣し、国民は自殺的に募金を集めるなど、心を込めて支援した。両国は依然として近くて大切な隣人であり、隣人の痛みは 我々の痛みだ。近いうちに大使館の職員と現地を訪れるとなっておりまして。現在、韓国政府は、総力を挙げて福島原発事故を悪用し、放射能デマを垂れ流して、福島を、日本を差別しておりますが、そういった中で、よくですね、被災地を訪れると。 表明できるなと現在批判が殺到しております韓国政府には痛みがどうこうと主張するのであれば直ちに韓国政府が行っている日本に対する差別放射能どうこうという主張は全て悪質なデマであり韓国政府の反日によって引き起こされたものだと認めて撤回していただき 速やかに、日本だけではなく、世界中の皆様に謝罪していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。